サージャン、谷のクリエイト、こういったものはこの間に入れるかどうか、そうですね、これが展開でしょうね、うん、あとは、はい、さあ石巻さん、かけばとも順調ですね、うん、マーベラスサンデーとっても気合いのった今目の前通りましたけど、はい、いいと思いますね、うん、それからスターマンがね、もう国難記念も見に行っていたんですけれども、それにも増していい話題になりましたよ、張りが出てきました。そうですか、はい、さあその展開は大坪さんどうなりますか。これは結局マジックキスが、うん、はい、かかり気味でもこれ先手取っていくと思いますね、はい、でまた先頭を取れるメンバーといいますかね、うんうん、それでどこまで粘り込めるか、うん、ちょっと前半スローになるんですかね、まあ、平均ペースになるかもしれませんね。うん、さあ石巻さん、あと1頭ですかね。あと1頭になりましたね、はい、マーベラスちょっとこうゲート入り嫌ったんですけど、うん、ようやく収まりましたね、うん、あとインターマイウェイだけ、11番のインターマイウェイゲートイン終わりまして、朝日チャレンジカップのスタートです。47回目阪神競馬場ノーコンディション寮、さあちょっとばらついたスタートになりました。4番の伊吹インターハイもあんまりいいスタートではありません。真ん中終わってマジックですか、それも黄色同士がいった。ゴッドリチャード、ゴッドリチャードの方が先手を取りました。ゴッドリチャード先頭、それからマジックスが2番手。マジックスとしてはちょっと控えたんでしょうか、角田光一、あとはマーベラスサンデー早くも3番手、これをマークするようにしてサーマン4番手であります。外を通りましてインターマイウェイ、青い帽子が伊吹スタイリストであります。それから赤い帽子がスプリングバンブーであります。あとは一段になってこれを追走するような形になりました。前の2頭が後続馬をちょっと離しました。なんと5番のゴッドリチャードの方は行きましたが、マジックキス抑えきれない感じで、いつどこでかわしていくんでしょうか。ちょっとペースが上がろうとしております。マーベラスサンデーはこの2頭から相当後ろに3番手、そして7番スターマン4番手、1番のマーベラスサンデーと7番のスターマン、いずれも秋の天皇賞へ目標があります。一騎打ちになるのかどうか。外を通りまして11番のインターマイウェイ、それから4番のイブキサイリスト、それから紙のマジックエルウェイウィン、赤い帽子がスプリングバンブー、それから大宅サージャン、そして谷のクリエイトでありますが、前の2頭がどん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 後続馬を離して、画面の上段の画面で見れば分かりますように、後続馬を離して場内からどっと大歓声が上がっておりますが、これはマジックキスのペースになるのかな。マジックキス早くもゴッドリチャードをかわしにかかりました。そしてマーベラスサンデーとスターマンが懸命に追い出した。インターマイウェイが現在5番手であります。さあ第4コーナーで前の2頭が逃げ切るのかどうか、逃げ残るのかどうか、非常に面白い朝日チャレンジカップ。マジックキスこの辺りでかわして先頭に立った。マジックは先頭に立っている。そしてマーベラスサンデーとスターマンが懸命に差を詰めてくる。スプリングバンブーも差を詰めるが、マジックキス先頭だ。さあゴールまであと190m、坂を登り切ることができるか。かわした、マーベラスかわした。スターマン来た、スターマンが2番手に上がった。やっぱり一騎打ちか。紙のマジックが差を詰めてきている。マーベラスだ、マーベラスだ、一馬身がある。マーベラスサンデー1着7勝目そして2着にスターマン、こちらの方は一騎打ち。朝日チャレンジカップは一騎打ちになりました。勝ち時計1分59秒後、勝ち時計は1分59秒後、阪神はあと 190m で坂があります。もう一度直線でありますが、おすすめ面白いですでしたね。そうです、ちょっとね、はい、4コーナー手前ではこれはって感じのとこ見せましたけど、さすがですね、ゴール前は、バタッと止まりますもんね、はい、そしてマーベルスが抜け出して、スターマンが懸命に追い込んできてというね。そうです、結局こちらの方は人気を集めていた1番人気のマーベルスサンデーと2番人気のスターマンが1着2着を占めました。まあまあ、シーズントップですからね、はい、マーベラスもスターマンに約1馬身ですか、うん、はい、詰められましたけど、ね、はい、まあ、スターマンもよく頑張ってますね。そうですね、はい、だから札幌記念で万葉ジョンに詰められた